ジアル・イス・スモールは円盤投げを専門とするアメリカ合衆国の陸上競技選手。2011年に非公式の大会で55メートル03を投げ、アメリカの室内新記録を樹立した。センテニアル高校時代はバスケットボールの選手としてプレーする一方、陸上競技では短距離走をしていた。コーチに勧められて円盤投げに挑戦したところ、わずか8週間の練習で、 約140フィートを投げ、大学では砲丸投げを進められたが、1年生のうちはバスケットボールにこだわった。スポーツ選手になりたいと思っていたアジアはバスケットボール選手としての限界を感じ、2年生から円盤投げ選手として競技をすることを決意した。その後アメリカの大学陸上では優れた成績を残すも世界レベルの選手としてはなかなか目が出ず、四度目の オリンピック代表選考会で、ようやく代表の座を勝ち取った。苦しみながら代表権を得た、ロンドンオリンピックでは、予選を15位の成績で終えるも、決勝に進出することはできなかった。モスクワで開かれた2013年世界、陸上競技選手権大会では5位に入賞し、同年のワールドチャレンジザグレブでは、決勝で66メートル29をマークし、自己新記録と、 大会新記録を打ち立てただけでなく、国際大会で15連勝を続けていたサンドラ、ペルコビッチを破り、ペルコビッチの連勝記録をストップさせた。3日後のダイヤモンドリーグ、最終戦メモリアルバンダムでは、ペルコビッチに2メートル22の大差をつけられて、敗北した。種目はすべて円盤投げ。WR 世界記録、AR エリア記録、CR 選手権記録グレーン。 大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 PB 自己ベスト、SB シーズンベスト、WL 世界最高入りのイシューシャンペーン出身、在住。父はエコノミスト、母はテニス場のパートタイマーである。アメリカの陸上競技全国大会に初めて出場したのは6歳の時で、以来ナイキがスポンサーに就任する2009年まで両親が経済援助を続けていた。 子供の頃の愛読書は、ハラペコアオムシと、アンナカレーニナ。地元のイリノイ大学アーバナシャンペーン校で、政治学、経済学、スペイン語の3つを専攻し、BA を取得している。卒業後は、同学の YWCA スタッフを務めている。既婚者である。ありがとうございます。